今日も大会ヒーローにジャスティスターです。お願いします。はい、本日のゲーム眉毛激太ドッキリ。そうですか。ということでですね、はい、今回は眉毛激太です。はい、激太、はい、で、まあ、眉毛やっぱ太いって言ったら龍心くんじゃないですか。俺、まあ、妹さんか龍心みたいな。めっちゃ言ってるやん。超似てるやん。超似てるやん。で、俺生で、そう、何もせずに、まあ、顔濃いってよくあ、まあ、確かに確かに。ということで今回ターゲットは翔太くんです。はい、あいつが違ってきてるんで。そうかな。ということで今回はですね、動画の撮影中に翔太くんが目隠しするタイミングがあるんですけど、うん、その時に僕らもうどんどん眉毛が太くなっていくということです。なるほどなるほど。翔太結構鈍感だから気づかないやつね。どうなんだろう、ね、全然気づかないでそのまま通過していくパターンある。そうだよね。それか翔太も気づいたあいつもなんかなんでだよ。塗ってるってなんか自然に生えてくる。生えてくるな。周りに合わせてどういいことなんだよ。だからまあ今回普通に即失敗する可能性もあるから、うん、だから塗る前に、うん、あれ僕眉毛太くなった。それは腹太いだけが違う。あるかもしれないんで、うん、まあどうなるか分かりませんが、うん、はい、まあ慎重にやってこい。なるべくなるべくね。まさに匂いとかも結構するからね。ああ確かに、うん、それね、はい、早速頑張っていきましょう。はい、はい、いきますよ。それではドッキリレッツゴー。 OK ですか。俺ね5期から出される。以上まだ5期。いやちょっと一応ちょっと喋ってこと。あ、何これ動画なの。動画もそうだし、あと慣れてくるって言うんだよね。一番手は翔太くんです。ファイツファイツファイツ。何翔太ちなみにどうなん、いろいろなこと知ってる。いやもう超詳しい。もうでも結構何センサーは広い感じですもん。いろいろそのさ、例えばなんかさ、あの芸能人さん髪切ったなとかさ、そういうの気づくタイプ。あ、全然気づかない。あ、気づかない。サッカー選手は気づく。気づく。気づく。だって見ないのさ。気づかない。気づかないの逆に。早速やっていきますか。はい、じゃあ目隠しお願いします。はい、お題何いきますか。お題ね、待ってね、まだいい。結構ね、誰でもいけると思うんですけど、一応トレンドはこ、あー、いいです。あー、楽しそうです。こちらです。大丈夫。いや、もうそろそろ。はいよ。オッケー、オッケー、行きましょう。はい、いける人だった。はい、お前ならいけるぞ。ちょっと怖いな、なんか時間が長かったから。いや、結構むずいけど、いける、お前なら。シャンヒューガー、お願いします。せーの、高身長広島芸人結婚おめでとう田中拓司。いや、昨日テレビでめちゃめちゃ出てたから。あー、めっちゃいいよ。はい、次行きましょう。トレンディですね。トレンディです。僕見ないです。長かった。はい、行こう。次、ヒーローお願いします。はい、行きますよ。はいよ、行きましょう。続いての挑戦者はゴーキです。はい、イエーイ。はい、ゴーキです。はい、俺です。おー、いいね。オッケー、これいけるわ。じゃあゴーキ入って。あー、絶対ドッキリだろ。マイクはどうする？眉毛がちげえもん。え？みんな眉毛描いてるよ。最初パッてライオン見た時に気づいて、ライオンだけなのかなと思ったから、俺パッとお題を見ようと思った時にライオンの眉毛がおかしかったから。やりすぎたな、それは。で、パッて見たら、で、パッてピンチを聞いてるふりして、ヨシ君あんま出してみたらバレると思って、こっち見られたら、バーってヨシ君の自由粒子見たら書いてあって、ゴーキは目隠しするだけ言ったんだから。で、さりげなく横目でヒッヒッてヒッて見たらキーも太くなったから、あ、これドッキリ。じゃあ、キー太すぎるさ。えぇ、ー、何よ、何よ、何よ、お前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 よ、太すぎる。はい、ということでですね、はい、まあ、今回すぐ見つかっちゃったと、はい、でも今ふと思いつきました、はい、これもともと翔太にかける予定だったじゃない、うん、ここではあと一人今日撮影来れてないナオがいるじゃないですか。確かに明日7人集まるから。あ、いいね、翔太はこれでやる。確かに。え、
大丈夫薄くね薄くね太すぎたね今回これは反省箇所だんだん、まあ、これは太すぎたっていうよりはもう金髪が映えすぎてるから俺結構細めでいった方がいいから、うん、じゃあライオンが生の木引きじゃあお前が一番やばいよなこっちやん上にあるのよマロが一番やばいマロがやばいという感じで頑張っていきましょう。はい。じゃあ次もじゃあ明日また撮りますから、ね。はい。はい。という感じで、じゃあまた奈緒くんのドッキリでレッツゴー。はい。ということでオッケー皆さん。はい。はい、じゃあ奈緒くん目隠しお願いします。はい。ということでじゃあお題はですね僕から出していいですか。はい。まあこちらでいきたいと思います。はい。ということで、はい、ください。オッケー、じゃあ僕からお願いします。で、後ろの3人だろ、こっちの。そう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 。そうあオッケー、いいよ、なおもいいよ。みんないける?いいか、動きミスらずね。じゃあいい?はい。はい、行きましょう。じゃあ、はい。これ知ってる?絶対知ってる。お前は大好きだって。えい。行くよー。はい、行きましょう。いい?せーの、はい、漫画の主人公、実は大人、はい、めちゃくちゃイケメン。コナンおいケースでよかったの絶対あっずっと余裕ずっと余裕くん合ってるでしょ合ってるはい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 次行きますよはい行こうはい続いての問題じゃあこちらお願いしますこちらですおおいいね大好きオッケーよしきね結構好きマジですか行きましょうじゃあお願いしますよし、じゃあ、お願いします。いきますよ。こっちなんかやろう。なんか普通に盛り上がる感じ。いきます。せーの。天才プレイヤー。ドリブル得意。ワールドカップで活躍していた。まず大戦。シーフドリブラーだったドリブラーうわー三笘さんだ違います答えはメッシですうざっうざっうざっはいじゃあ奈緒くん目隠しでお願いしますはいということでじゃあお題は奈緒くんのお題はこちらでいきますえこれ主人公ですなんて読むのなんて読むのなんて読むのいやじゃあまずあー言えんにゃー周りにはわお前なお正解歌ってないでゴー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 いや絶対無理だと思うよ俺。行きますか。行くよ。待って、準備。ちょっと長かったよ、だいぶ。いや、じゃあ、まず、ナオが答えるかどうかでお題も変更したんだ。あ、お題変わったの?うん。よしき、ナオいけるとか言って全然いける。いや、俺ナオとこれ話したことあったから多分いける。いやー、せーの!アニメの主人公をダイレクトすると、エゴイスト、イサギ!おぉーすげえいや、俺結構見てたことあるよ。なお、ね、読んでるイメージだよ、ね、アニメ知ってる、ねうん、知ってるはいじゃあ素晴らしい、はいどんどんいきましょうはい次がよしくんかナイス正解俺何個かあるよ 俺もよしくんにこれ出しちゃったからあともう2人しかいないあーいいや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 よしよしよし見んなよよしくん見ちゃうですあ目指してあ、いいんだよ待って、もしかしてのえ何やってんの何してんの何してんの何してんのこっちの方がいいんじゃないの何がそれいいんじゃないのこっちの方がいいんじゃないの何が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 はい、ということで今回ドッキリですはい、他のメンバー動画撮影中に眉毛激太になるドッキリ違うよお題何だろう探してたけど探しててパッてこういったわけだよ顔がなこいつの顔が眉毛が入って
めっちゃ太い、めっちゃおもろいやんと思って、めっちゃおもろいやんなーって言ったらみんなまずもうこういうことで、え、この流れ的に目隠ししてるヨシキもかなと思ってこいつすげえびっくりだった。おいじゃあお前らやりすぎやんさ、よしこい肉って感じだね。なやむくしたくちゃん俺やりすぎやんさ、こっちがまあさせろかえ、ちなみに昨日翔太でやったんだよ。で翔太はすぐ気づいたから気づいて、俺はライオのこの金髪で目立つから俺はわざと薄く描いてる。ラオの1回目からやってたよ。え、そう1周目でもう全員描いてる。そう全員全員で、え、いいな。はい、という感じで、ちなみに翔太はこれマジで何も描いてない違和感ないおっぱい笑うのめっちゃ上がってるカメラマンで分かる。お前は元からそういう形になってはい、ということで素晴らしかったです。俺も今度終わったら書いてる。今度逆に一人でやる。お前誰にも言わないで本当の企画の時にやればいい。そうです。それでさ、いい企画でブチ切れられた。それじゃあそのまま作るから。ナイフ作るだけ。はい、という感じで終わりにしたいと思います。はい、じゃあ最後はですね、ナオくんの激太眉毛をご覧に入れて終わりにしたいと思います。それじゃあナオくんの激太眉毛どうぞ。で、なんか準備できたということでお願いします。どうぞ。泣くやん。眉毛だけじゃねえんじゃねえか。ヒゲと鼻が入ってる。いいね、楽しいね。違和感ない。はい、ということで、なんか最後一言お願いします。お前たちも極太になろうぜ。最後まで動画を見てくれてありがとう。ドッキリに気づいた時の反応が面白すぎて編集の時思わず笑っちゃいました。これからもどんどんドッキリ仕掛けていこうと思います。それでは次回の動画でバイバーイ。